松本ひとし問題でテレビで吉本芸人のコメンテーターの人たちが普段、ですねなんか人のことをボロクソに言ってるのにです、ね、急に慎重にです、ね、いやそこはというふうに言ってるじゃないですかあんなふうに振る舞いっていうことなんですこういうですね荒れ場ではです、ね、炎上せずに済むです、ね、批判するような損するような言動は誰かさんにこう任せちゃうっていうのがいい人戦略です。 えー、中田敦彦が、えー、納得いかないさん男性30代、えー、中田敦彦さんが岡田先生のいい人戦略を抗議していましたあの人は過去に、えー、松本人志や m 1審査員を降りろなど明らかにいい人とは違う戦略にはかかわらずズうずうしく説明していました <laughs> アドバイスやめろとかいろいろ話してましたがお前やってたじゃんと思います岡田先生はどのように思われますかといやズうしく説明もくそもあの あの人のだ、なんだろうな、あの YouTube 大学っていうのは、その、誰かが書いた本を紹介するのがポイントなのでですね、<laughs> ズうずうしく説明っていうのは、それはもう、口調とかですね、えー、この、 えー、納得いかないさんが好きじゃないから <laughs> そういうふうに思ったからだと思うんですけども。ただ、あの、イート戦略の重要なポイントはですね、あの、お前昔と言ってたこと違うじゃねえかとか、中田はずま納得いかねえよみたいなことを、いつまでもしつこく言ってくる、この納得いかないさんみたいな人たちと、さっさと縁を切ることにあるっていうですね、あの、そういう人って相手にしても何の得もないからっていうですね、まあすごい、 冷たいってです、ね、相談者の方には申し訳ない。相談者の方は僕の味方でな、なんか中田さんをディスってくれてるんですけども、<laughs> イート戦略ってそういうことなんですよ。あの、過去に言ってたことと今言ってることとか違うじゃねえかっていうふうに追求せずにですね、ああ、なんかあのー、なんか今までの僕の言い方間違ってました。改心しますと言ってる人に対してですね、そうなんですか。頑張ってくださいってい。 もう口だけでも励ます戦略のことなんですね。っていうのは、そういうふうに口だけでも励ます人と、いや、お前は嘘をしてるに違いない。前に言ったことと違うぞ。とか、信じるもんか。お前は過去の発言でこんなことを言ってた。というふうに返す人と、 そういう励ます人と突っ込む人と比べたらですね、絶対に励ます人の方が付き合いやすいんですね。あの、一緒にいて得が多いっていうかですね、本当に。えー、だから人前ではですね、意識的にその軸足っていうのかな、自分の体重を励ます側に置いとこうと意識して、そういうふうに振る舞おうっていうですね、戦略としていい人に見せかけようというのが、そのいい人戦略の、まあまあ、ポイントなんですね。だ どう思うかその人のことを本音としてどう思うのかっていうのは、の自分の中の内面では何考えても OK なんでわざわざ口に言い出さなくても OK っていうですね。まあつまりその、 え松本人志問題でテレビで吉本芸人のコメンテーターの人たちが普段ですね、なんか人のことをボロクソに言ってるのにですね、急に慎重にですね、いやそこはっていうふうに言ってるじゃないですか。あんなふうに振る舞いっていうことなんですね。で、あれはですね、突っ込む側の人から見たら、普段テレビで、まあ僕みたいな <laughs>、僕みたいな嫌な性格の人間から見たら、普段テレビで好き勝手言ってる人間をもぐもぐ言ってやがって、もった見認めねえなってことになるんですけども、でも大多数の人から見たら、 こういうですね、荒れ場ではですね、荒れた場ではですね、なんかその炎上せずに済むですね、まあまあ,あの大変有利な戦略なんですね。だから矛盾してると仮に思っても口に出さない、わざわざ口に出さない批判のような、批判するような損するような言動は、その SNS にですね、どうせあのそういうことを言う人がうじゃうじゃいるんですよ。そういううじゃうじゃいる誰かさんにこう任せちゃうっていうのがいい人戦略です、ね。これは ホワイト社会をサバイバルするための戦略なので、ちなみにあの僕はそれを採用してないんですよ。だから岡田としお前言ってること、つまり、えー、いい人戦略って言ってることとやってることを、あの今人に突っ込んでると違うぞって言われたら、そりゃそうでしょうと。言っちゃえばこれっていうのは強い人間のやり方なんですよ。あの強い人間っていうの、あの何だろう、えー。人を批判するっていうのは。 自分が叩かれても平気だとか覚悟の上だとかダメージを引き受ける用意がある人間は やってもいいですだから無敵の人か強い人だけなんですよね。あのいい人戦略を取らない人はいい人戦略を取らない人っていうのは、まあ、大体無敵の人なんですよ。もう失うものがない人は人のことをボロクソ言えますからだ SNS で口汚い人っていうのは大体失うものがない人なんだなと思っときゃいいんですけどもあ僕の場合はあの失うものはありますけれどもまあそれが商売ですから仕方がないでしょうって。ボクサーっていうのはリングの上に立っちゃ殴られるのが仕事でそれはもう。 殴られない華麗な僕さんもいるだろうけどもそんなもんを目指してもしょうがないというまあまあそで思ったことを口にしてそのダメージをまああの引き受けるところまでがお仕事っていうこう仕事でやってますからですね皆さんあのくれぐれも仕事じゃない人はですねあの自己防衛をポイントに考えてですねあの第一に考えてください実践編ですねえホワイト社会ではどのように振る舞えばいいのかですね まあそれをですね、語ろうと思って、なぜか内田さんが帯を書いてくれたんですけど、まあこれもいい人だからなんですけども、えー、10年前に出版したいい人戦略っていう本です。えー、まあこれね、まじにね、この本を褒められたんですけども、えー、いい人戦略っていうのをですね、僕が語った本なんですね。で、いい人戦略って書くからには、まあ本当のいい人とはちょっと違うぞっていう話なんですけども、いい人戦略っていうのは、 まあ一言で言っちゃうと、他人から良い,い人と誤解されるための戦略なんですね。でこの他人から良い,い人と誤解されることが社会生活における最適な生存戦略であると。まあ、割とこの腹黒い考え方というんでしょうかね。本当の良い,い人ではないわけです。良い,い人という戦略を取りましょうという話なんですね。えー、まあ文字通り良い,い人になりきる戦略ですね。他人と良い,い人だと誤解されることがどんなに有利かと。 で、なんでかっていうと、その、まあもう去年あたりから何回も話してるんですけども、能力とか努力ですね。努力する、その性格みたいなものも割と遺伝子で決まっちゃうっていう話をずっとしてるじゃないですか。しかし、生存戦略ですね。この、どのように振る舞うのかという生存戦略っていうのは、これね、能力とか努力とか性格とあまり関係ずにですね、意識のみで変えられる部分が すごく多いんですね。で、この意識のみで変えれるんだったら、ここをいじるのが一番、なんだろうな、幸せに生きるためにいいんじゃないかなと思いました。えー、なんであの生存戦略、意識のみで変えるのかっていうと、この生存戦略というのは実は僕も皆さんも無意識のうちに、もう毎日やってることなんですね。毎日やってることで、その無意識にやってることを意識化するだけで、割とね、違いが出てくるからなんですよ。まあ、つまり、 まあ言い方は悪いんですけども、まあ俺なんかもダメな奴だよと本当に何やってもうまくいかないよ。頭が悪いんだよとか。いやもうどんくさくて人の話がよく理解できないんだよという人であってもですね。そういう人ができる奴にはなるには難しいと。そういう奴がミスしない奴になるのは難しい。しかし、いい人になるのは割と簡単なんですね。今日はその話しようと思います。えー、ということでですね。あの、今夜から皆さんですね、ちょっとばかしいい人になってみませんかと。 実は圧倒的に良い,い人になった方が、この世界が生きやすくなるよっていう話を影響はします。で、こういう話するとですね、すぐに反論あるんですよ。反論もあらかじめ書き出しておきました。えー、良い,い人戦略への反論。本当の良い,い人じゃない。それは戦略であった。え、嘘なんかついてもすぐバレると。良い,い人って結局損をするじゃないか。良い,い人っていうのは持てないよ。ですね。まあ、あの、本当の良い,い人じゃない。まあ、その通りなんですよ。だから戦略なんですよ。でね、 いい人戦略ね、やってみるとわかるんですけども、3日ぐらいやるとですね、嫌な人が嫌いになってくるんですね。自分がどれだけこれまで嫌な人かっていうのは分かってきて、あれ損だよなっていうのが分かってくると。で、自分がその嫌な人をやってたっていうのが、実は無意識のうちに戦略でやったってことが分かって、自分の性格でも何でもなくて、 無意識の戦略だっていうのは分かってて、あんななんか損することもうできないわというふうに思うようになってくるんですね。以前の自分が割となんかなんでやねんっていううになってくると。母は実はいい人戦略ではなく嫌な人戦略を 私はしてきたんだなというふうに、まあ、思い知るようになるわけなんですけども、えーまあ、今の自分もですね、実はなんとか戦略のまあ結果なんですね。ネガティブな人ってよくいるんですけども、ネガティブな人っていうのは事前になんかこう楽観的な予想して、 あの、ダメージ受けないようにするためだし、人の悪口を言う人は、ほら、俺の言った通りだろうと、後で言うための事前投資としてやってる場合が多いと。誰もね、自然体で生きてなんかいないんですよ。みんな生存戦略を取ってるんですけど、あんまり意識化してないんですよね。二つ目、嘘はすぐバレる。まあ、あの、これね、そんなことないんですよ。あのね、人というのは他人をそんなに観察してないんですよ。えー、みんな、 私のことなんかどうでもいいし、みんなあなたのことなんかどうでもいいんですよ。実は表面的なことしか見てないんですよ。なので、その表面的なことの繰り返しを見ているだけなんでですね、あの、とりあえずいい人のふりをしてみても、実はね、 バレないんですよね。そのすぐバレるっていうのは、気のせいで自意識過剰ですね。で、やってみると案外バレないし、何よりもいい人のふりをしてデメリットないんですよ。あいついい人のふりしやがったという悪い評判なんか立たないんですよ。そんなに他人のことなんか見てないから。で、しかしですね、ここ注意点があって、戦略だってことを忘れないこと。あの、自分でね、自分のことをいい人と思っちゃいけない。 絶対にこれ戦略ということを忘れないで、自分は本当はいい人じゃないんだけど、いい人のふりをしてるんだということはすごく意識した方がいいです。なんでかというと、3番。いい人は損をする。損をしそうになったらすぐにスルーするんですよ。これ本当にね、あの、もう本当武道の動きなんですけどもですね。でスルーするっていうのはどういうことかっていうと、あの、それ以上その話題をしないんですね。続けない。 で、もしその件に関してなんか追求されたら、いや、その問題は僕の手には負えないなとか、難しいよねと、まあ、悲しそうな顔をしながら、とにかくスルーするんですよ。これがポイント。何か、あのー、なんだろうな、誰かについて、いや、これどう思うどっちが正しいのとかって言われたら、あの、どっちが正しいかの判断をせずに、そういう話題になったら、スルーを決め込むっていう戦略でやってみてください。いや、それで本当に人と付き合いできるのかっていうと、 付き合いはできるかどうかじゃなくて、付き合いはその方がうまくいくって話をしてるんですね。つまりこれって、ラーメン屋を自分が開いたとして、で、ラーメンで680円取ってきたら、このラーメンなんで本当六680円なんだこれだと600円でいいじゃないか、450円でいいじゃないかという客と、どれぐらい細かく、 話をするか。その客と面と向かって心と心で付き合ったら、いや、そんなことないです。680円いるんですよ。こうなんですよ。こうなんですよ。っていう店長と、いやー、なんかもっとね、680円の価値があるとわかってもらえるように頑張りますよとスルーする店長と、どっちがラーメン屋として繁盛するのかっていうと、スルーする店長に決まってるんですよ。心開いて、腹開いて、何もかも話すというのは、よ この本当に100回のうち1回か2回だけいい結果を生むこともあるんですけども、100回のうち99回はろくな結果にならないので、それはやめた方がいいです。いい人戦略上不利です。あの、やっちゃいけないとかそういう善悪な話じゃないんですね。損だからやめた方がいいって僕言ってるだけですね。えー、なので、ま、あの、これ言いにくいんですけどもですね、学校とか職場でいじめがあった場合もですね、ある場合も同じで、とにかく全力でそういう 雰囲気から逃げる。そういう場面から逃げるでもいいですし、そういううな雰囲気から逃げるでもいいんですけども、絶対にですね、本当のいい人にならないようにですね。あの、本当のいい人になって何とかしようと思わないことですね。で、だからこそ、偽物のいい人だからこそ、僕らは偽物のいい人になるからこそ、たまにいるですね、本当のいい人っていうのは、影で応援してリスペクトすべき、尊敬すべきですね。 レア者ですかそういっうたちは本物です。僕らあくまで偽物だから彼らのことを尊敬して彼らの真似をするんだけども危険な場所をスルーしてスルーして逃げて逃げて生きてるだけのか弱い存在なんだっていうふうなことはちゃんと意識しておいた方がいい。あくまで偽物だということ。あと四つ目。持てない。いい人は結局持てないってね。これね、昔僕かなり言われたんですけども、あのー、間違ってると思うんですね。あのー、まあ、まあ、なんか、 自分と同じ良い,い人戦略を使いこなせる異性とかですね、本当の良い,い人からちゃんと持てるんですよ。 じゃあ誰からモテないのかっていうと、バカな異性からはモテないだけなんですね。あえて言うんだったらですね、いい人戦略を取らずに、本音で話したりですね、もしくは、路悪的に振る舞ったら、そっちの方がもっとモテないですし、戦略なしの人はそろそもそろモテるはずがないんですよ。顔は良くない限りですね。で、いい人戦略を取るとどうなるのかっていうと、他人からはですね、あの、頭は良くないけど、いい人っていうふうに、 思ってもらえるんですよ。で、やってみるとわかるんですけどもですね、頭が悪くていい人は、頭がいい人より10倍ぐらい持てるんですよ。ここね、間違いがちなんですよね。なんでしょうね。どうしても特に男はそうなんですけども、何もないんだから頭良さげに振る舞った方が尊敬されるだろう、モテるだろうと、 思っちゃうんですけども、あの、頭が良いことを目指す歴63年の俺が言うから、まあ経験談としてですね、思ってほしいんですけども、頭が良い,い人は軽視して遠ざけるっていうやつですね。つまり、尊敬ではなくて、ちょっと恐れられて遠ざけられるっていうポジションに置かれがちなんですよ。なので、割とね、頭が良い,いっていうのはね、 あんまり僕、得なことだと思ってないんですよね。それよりは、あの、いい人であるがゆえに、あの人ちょっとそこら辺足りないよねって思われてる方が、多分得なんですよ。現代社会において頭が悪いと思ってもらえるというのはメリットなんですけども、ただ、それは頭が悪くて悪い人っていうのも本当に最悪なので、必ずいい人を演じた上で、結果としていい人を演じると必ず、 頭があんまり良くないというふうに周りから言われるんですけど、これはもうプラス良い,い効果が出てきたと思ってください。あ、最近なんか顎が細くなってきないとか、最近お腹がへっこんできたんじゃないのっていうのが、なんかあの人、いい人だけどあんま頭が良くないねっていうふうに言われることです。ひろゆからこう言われると、もうベストだと思いますよ。 <laughs> えー、なんであの、現代社会において頭が悪いと思っているのかっていうのは、ちょっとね、あまりあの、突っ込んだ話はしませんけども、まあ、この辺の理由ですね、宿題にしますんで、みんななんでそうなのかとかですね、こういう場合違うんじゃないかというのを理由があったらですね、コメント欄に書いといてください。あの、そこで皆さん勝手に議論してくれると僕も楽しいです。嫌な人になる努力をやめる。ですね。僕はあの、ダイエット本書いた時にですね、 一番、あの、最初の方に書いたのが、太る努力をやめるだけでいいよと。それだけで実は体重っていうのはゆっくり減り出すんだけども、まあ、その太る努力をやめるだけで減るペースっていうのは、ビビタルもゆっくりゆっくり下がるのからみんな我慢できないでしょ。だからこうやって痩せようって書いたんですけど、まず基本ここなんですよ。太る努力をやめると同じように、嫌な人になる努力を、みんなね、散々してるんですよ。これをやめると。ですね。えー、欠点を探して指摘する。 これやってませんかみんな。あの、いい人に思えるんですけどね、これ今すぐやめましょう。これね、欠点を探して指摘すると、ありがとうございます。そういうふうに言ってもらえて、ちょっと自分の悪いところ分かりましたっていうふうに言う人がもういるんですけども、相手にストレスを与えてるだけなんですよ。あの、誰かから作品見せられた時も、これしない方がいいです。あの、 もしそれで感謝されたら永遠に下手な作品見せられるだけですから、ちょっと書き直してみました。また汚い,のない意見を教えてくださいというふうに、永遠これが繰り返されるですからやめた方がいいです。欠点を探して指摘する。これやめましょう。次、改善点を提案する。これもダメです。あの、聞かれれば言ってもいいですよ。改善点っていうのを聞かれたら言ってもいいんですけれども、そうじゃなくて自分から言うのはもう我慢してください。アドバイスおじさんにならない。そうですね。 もう日本中のですね、ボーリング場とかですね、あの、ゴルフの場、あのー、打ちっぱなしとかですね、バッティングセンターでアドバイスおじさん嫌われてますよね。それなんですよ。えー、改善点のね、なんでかっていうと、改善点のね、大部分っていうのは、そんなの誰でも思いついてるけど、割とできないことが多いんですよ。で、まあ、あの、自分で引き受けるんだったら言ってもいいです。 それを私がやりますだったら言ってもいいんですけども、まあ、引き受けるつもりになって考えてみたら、改善点を思いついたんだけど、これできないわっていうふうに気がつくと思います。そんなもんなんですよ、改善点っていうのは。あと、影で言う。これもですね、嫌な人になる努力です。えー、褒めるのもダメなんですよ。 昔はね、なんかねあのその人の前でなくて他の人の前で褒めたらあのぐるっと回って付き合あのなんだろうな伝わってっていうのがよくあったんですけども今ね情報化社会だからこの人に言ってもらう自分が褒めてるのを他人を通して相手に伝わるっていうのをやってもですね情報化社会ゆえに解釈の歪みがものすごいんですね。そういういいつもりで言ったんんじゃないんだけども 間違って伝わったということがすごく多いんであの、褒めるのも絶対にその人の前で言った方がいいです。で、え悪口とか批判を言いたくなったら本人の目の前で言う。SNS じゃないですよ。物理的に目の前で言うのが絶対いいです。でそしたらあの、まあ、本人の目の前でしか言わないというふうに決めたらですねあの、陰口が劇的に減ります。誰かに対する陰口というのが劇的に減るんですよ。 これ、本当に簡単で本人の前でしか言わないというふうに決めた瞬間に自分がそれまで割とスッと言っていた陰口みたいなものがものすごい減っちゃってるんですよね。で、えー、結果陰口を言わなくなったら周,周囲の評価も上がりますし何よりですねあの一緒に陰口を言いたい仲間を引き寄せずに済むと。ああいう人だってね他人を引き寄せたがるんですよ。で自分のグループに入れたがるんでそういうところに引き寄せられると大損ですからですね。 え、やめましょうですね。え、だから他人の悪口を言ってるツイッターの発言もリツイートしない方が本当にいいです。それは引き寄せられてしまいますから。で、あとまあ、まあ当たり前なんですけど、悪口や批判で盛り上がる。これね、誰かの悪口って絶対楽しいんですよ。で、あと仲間の結束上がるんですよね。だから仲間の結束を上げるために、あいつらあのやり方はダメだよなとか、あの他の店のやり方はダメだよなってのよくあるんですけども、これね、 あのまだ浸透してないかもしれない考え方なんですけどホワイト社会の時に言ったようにみんな物理的な暴力を振るわなくなったんですね物理的な暴力っていうのを振るわなくなったんですけどもその代わりにネット上でとかですねこそこそ影で言うというです、ね、言葉の暴力が増えてきたとでホワイト社会ではこの言葉の暴力がかつての物理的な暴力並みに避けられる嫌がられる ですねえー、黒歴史になる可能性があるんでですねあの誰かの悪口や批判で盛り上がるっていうのは基本的には暴力だと考えた方がいいですあの。これぐらい僕はあの、まあ、これまでのゼミを見てる人は分かる通りですね他人の批判もしますし映画の批判もしますし悪口も言うんですよ。 で、そんな僕ですらやめた方がいいよって言うんですからすこれぐらい覚悟を決めてやってる僕でも、あの、多分皆さん絶対やめた方がいいですよ。だって僕はもう63ですし、このポジションに来ると、このホワイト社会のまあまあまあ、立ち上がりだけ見て、あとはまあなんとかなるかっていうふうに考えてるんですけど、皆さんこの中でずっと生きていくわけじゃないですか。なので、えー、他人に暴力を振るうと、 必ずその人は後で復讐されます。ですね。数年後かですね、数日後かもわかんないし、数年後かもわかんないし、十数年後忘れた頃に復讐されるんですよ。それはもうすごい意外な形で、例えばそのビルに放火されるとかですね、なんだろうな、あの家の中に急に乗り込んできてバットとか包丁で殴られたりされたりするという、すごい意外な形するんですね。だから復讐されるリスクを下げるためにですね、こういう仲間に入らないというのは、 本当にこんなこ基本的なことを言うのもおかしいんですけども、やめた方がいいと思います。で、あと、え悲観的否定的な態度を隠さないですね。表してしまう。これね、あの、悲観的否定的な態度ってね、割とね、頭がいいように見せたいとかね、これぐらい私はわかってるんですって言いたい時に出てきちゃう恥ずかしい自意識でもあるんですけども、この恥ずかしい感じって割と見抜かれるし、 誰もこれやったところでね、頭いいなと思ってくれないんですよ。で、すぐに否定的なことを思いついて口から出ちゃうという人いるじゃないですか。いやでもそれ、私癖なんです口から出ちゃうんですよという人がいるんですけども、あの、このいう人に対しての僕の忠告なんですけども、あの、また松本人志の話になるんですけど、僕はあの、1年ぐらい前のワイドナショーで松本人志が、 まだマスクつけてない人がいる。外歩く時に時々マスクつけてない人がいると。あれ、マスクはパンツと考えた方がええって言ったんですね。マスクはパンツと考えた方がええと。なでんでかというと、本来人間がパンツ履くのも変なもんやと。別に誰にでもついてるもんやからわざわざ隠すようなもんではない。でも、パンツ履くっていうのはもう常識であって履かない人が非常識というふうになってるやんか。 そのことに関して、なんでパンツ履くんだとそんなの、なんか人間が考えて一方的な常識でくだらないっていうことも可能だけど、そんなことを言ってもしょうがないっていう話をしてたんです。で、僕、それすごい納得して面白い考え方だなと思ったんですけども、だからあの、マスクは今やパンツであるという考え方で、多分今の日本って統一されてると思うんですけど、統一だあか、まあ、行動様式統一されてると思うんですけども、人目があるところでは、 マスクをしましょう。パンツを履くべきということですね。で、その意味で言うならですね、あの、無意識に出てくる悲観的ですね、否定的な意見っていうのはおならなんですよ。人前でおならしますかって話なんですよね。出ちゃうもんだからって言ってやる人いますよ。それもおじさん世代とか、浜田正敏とかそういうふうな人は出ちゃうもんだからと言っておならしますけど、周りの人間は愛想笑いしてくれるかもわかんないんですけども、 なんか不潔な人だって思うじゃないですか。悲観的、否定的な意見が、口から出ちゃうんですよ、止められないんですよっていうのは、それはおならがすぐ出ちゃう人と同じなんですよね。本当に。あの、周りはそれで愛想笑いしてくれるかもわかんないんですけども、それ実はどん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 惹かれてますよということをあの意識してください。で、家族間でも同じです。あの、家族の中でもおならを平気でするお父さんお母さんが、 実は、どういう扱いを家族内で受けるのかっていうのと同じようなものだと思ってください。あの、否定的、悲観的な意見を隠さずにポロ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 言ってると、家族であってもミュートされますね。LINE で、例えば仲のいい兄弟であっても、なんかすぐネガティブなことを言うと、お兄ちゃんなりお姉ちゃんなり、弟なり妹なりは、徐々に返事をしなくなってくるんですね。ここら辺は、あの、まあ、ちょっとね、いや、でも俺そんな性格なんだよって言いたい人は、 いっぱいいるでしょうけどもでそれがダメということではないんですよ損をしているということを分かってくださいってことです損をしているのを覚悟の上で続けるのかどうかって話ですから今回の動画はいかがでしたでしょうかご意見や感想はコメント欄までどしどしお待ちしております